アラムさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ、月曜からもがっつりお得にキャッシュレスということで、今週もやってきました。スマホ決済キャンペーンのまとめということで、先週1週間で発表された大きなキャンペーンというのは特にありませんでしたので、現在開催中のキャンペーン、そして最後にまとめという流れでお伝えしていこうと思います。ということで、早速、PayPayからですね。現在はワクワク PayPayのキャンペーン中なので、ランチタイムやスーパーで 10% から20% の還元を受けることができます。そして、10回に1回の最大1000円相当が当たる PayPayチャンスもあって、気をつけてほしいのは11時から14時ということと、あとはワクワク PayPayとは対象外である可能性があるのでお気をつけください。ちなみにこの動画の前にもお伝えしましたが、これまで使えなかったお店が気がついたら使えるようになっている場合もあるので、ぜひお近くのお店やよく利用するお店をチェックしてみてください。次にドコモの D 払いですね。こちらでは D ポイントの 20% 還元のキャンペーン中でして、7月の1日から7月の31日まででエントリーが必須で上限が1万ポイント、クレジットカードが必須で本人認証サービス、いわゆる 3D セキュアというのに対応しているカードに限ります。ちなみにドコモユーザーの方はクレジットカードなくても大丈夫です。次にファミリーマートが提供するファインペイということで、7月の1日から7月31日までキャンペーン中で、現金チャージの場合は 10% 還元、そしてクレジットカードタイプのファミマティカードでチャージをしたら 15% 還元がされます。あとファミチキなどのウェルカムクーポンがあったり、以前動画でもお伝えしましたが、ファミペイのサービスが始まった当初はですね、アプリがかなり混んでた影響で、今回はバディボーナスがもらえるということで、7月の18日までにアプリのダウンロードを行って最後まで会員登録が完了している方の場合は180円分のバディボーナスがもらえるので、まだファミペイのアプリを入れてない方は今がチャンスですね。そして最後に楽天ペイ、こちらは期間中 5% 還元キャンペーンということで、7月の1日から9月の30日まで、そしてエントリーが必須で上限は5000ポイントまで、あとはビッグカメラなど、まあ、対象店舗によっては 10% 還元があったり、あとは映画館ムビチケというサイトで楽天ペイで決済をしたら 15% 還元というキャンペーンもやっています。そしてここまでの内容をざっとまとめました。もしランチやスーパーを利用するなら PayPay の 10% から20% 還元を使って、まあコンビニで、まあファミペイは 10% から15% の還元もあるんですけども、現在はセブンイレブンで三ペイ祭りというキャンペーンも開催されているので、なのでペイペイ、ラインペイ、メルペイ、それぞれ上限が1000円ずつあるので、まあセブンイレブン利用するなら、この3つを使うのもいいと思います。そして、クレジットカードをお持ちであれば、ドコモの D 払いですね。こちらは 20% 還元で、まあコンビニとか飲食店とかドラッグストアなどで使ってみてください。先ほどお伝えしたように、ドコモのユーザーの方はクレジットカードなくても使えます。そして、楽天ユーザーの方は、楽天ペイということで最大 5% 還元があったりとか、対象店舗では 10% 還元あったりとか、あとはムビチケという映画館のサイトで使ったら 15% 還元されるキャンペーンも開催されているということで、今回も見事な状況なんですけども、まあ僕の月曜からの使い方としたら、ペイペイで対象外となっていたスーパーが使えるようになっていたので、そこでぜひ、ね、食材とか買っていくつか見たい映画があったので、まあそれに関しては楽天ペイのムビチケのキャンペーンを使おうかなというふうに思っています。ということで、明日は海の日でお休みの方はぜひですね、エンジョイされてお仕事の方も明日から頑張っていきましょう。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。